愛知県の飲食店勝手に応援プロジェクト始まるよ。皆さんこんばんは、マネさんです。イエーイ。はい、今日は愛知県名古屋市に来ております。名古屋市といったら有名なお店がありまして、今日ご紹介するのはまさにそのお店、世界の山ちゃん幻の手羽先を食べにやってまいりましたというところでね、まあそう、名古屋市発祥のこの山ちゃんですが、今や全国展開してますので、いろんなところでね食べることができます。今日はその本場の名古屋市に来ておりますというところでね、雨の中やってまいりましたので、まずはねこんな感じですね。幻の手羽先ね、過去に一度は食べたことあるんですけどもね、やっぱり本場で食べてみようなんて感じでやってまいりました。というところで早速中の方に行っていきたいなと思っております。それでは皆さん、雨も降るので早速中の方へ行ってまいりましょう。それでは行ってきます。チャンネル登録してね。はい、こちらがメニューになっております。こちらが幻の手羽先。さあ、山ちゃんといえばこの幻の手羽先を中心とした居酒屋って感じですね。いろんなフードメニューがございまして、まあまああれですね、名古屋名物のものもたくさんありまして、ナポリタンとかね、あんトーストとかもちゃんとございます。そしてお野菜の方面、ご飯類、鍋物とかね、いろいろあります。海鮮とかもあります。本当にバラエティに富んだこちらのメニューの中からいろいろ食べて感想を述べていきたいと思っておりますね。まずはねメニューをこんな感じで物色するので、皆さんゆっくりとご覧になってください。山ちゃんコロッケとかあるんですね。すごい。そしてこちらの山ちゃんニュースペーパーというね、山ちゃん独特のニュースペーパーが店内に貼られてまして、それを読むだけでも結構面白いなと思いました。さあ、こちら炒め物になっております。こんな感じでございます。あれもこれも食べたいけどね、やっぱりねお腹具合を計算しながら食べないといけないので、まあとりあえずね手羽先は食べるよっていうところで見てやってください。まあ納豆は僕食べれない。よしよし、こちらがもつ鍋。もつ鍋もあるってすごいですよね。さあ、今日は何を行くんでしょうか。締めは何にするのかお楽しみくださいませ。というところで、そろそろご注文に入りたいと思います。さあ、まずやってきたのは生ビールですよね。仕事終わりにこれは欠かせないやつなので、まずとりあえずキュッといただいちゃいます。もうこれがね、この一口のために今日頑張ったなっていう、そういう生ビールでございます。さあ、そんな中でまずやってきたのがね、こちら味噌串カツ。味噌串カツですね。今ちょっと噛みましたけども、まあ言ってみれば味噌カツの串バージョンですね。まあとりあえずこちらから行ってきましょうか。それでは皆さんいただきます。もう想像通りのお味でございますこれね。はい、まあ2本ぐらいがちょうどいいのかなっていうお味というかね、味噌なんでね、あんまりよけ食べても飽きちゃうのかなと思います。さあ、こちらがやってきました幻の手羽先5個バージョンで頼みました。そしてスパイスはねいろいろ選べるんですけども、まあ普通サイズで、普通のスパイスで、そんな感じでやってまいります。さあ、こちらのまず手羽先はね、結構この黄金スパイスが胡椒なのかな、なんかスパイスがまあ売りって感じですね。このスパイス、黄金スパイスで伸びてきたお店だって感じですね。いただきます。おほー、やっぱスパイスはねすごく効いてますね。このスパイスはどちらかというとこのビールに合うように作られたんじゃないかなっていう、そういう手羽先でございます。僕の好みはこういうスパイシーよりも甘辛いタレに使ったのが好きなんですけどもね。はい、でもこれはこれですごくビールに合うなっていう感じの、さすがこれで全国制覇を目指せるだけあるなっていうね、恐るべし山ちゃんの幻の手羽先でございました。まあ一度は食べてみるといいと思いますよ。そしてこちら珍しく秘伝の黒手羽先っていうのをねちょっと頼んでみましたけども、何やら怪しげな色ですよね。まあそんな感じでいただいてみましょうか。それではいただきます。わお、こんな感じ。
焦げてんの違うのよ、黒いんだよね。さあいただいてみますけども、こちらですね、どちらかというと幻の手羽先の方が僕は美味しかったなと思います。これはね、なんだろうね、黒酢かな、なんだろうね、これなんだろう、何に使ってんのかな、よくわかんないやでも美味しさから言うと幻の手羽先が良かった。そして僕ね、豆腐好きなんで揚げ出し豆腐やっぱり欠かせないなと思って頼んだところ、結構汁盛りで出てきたのがね、出汁盛りで出てたのがめちゃめちゃ好感度グッと上がりまして、これはねなかなかね、この出汁もよく美味しくてね、そう、そして豆腐に絡んできてて、すごくこれはね僕良かったなと思いますね。いただいちゃいましたけどもね、本当に豆腐とこの出汁がちょうどね、こうたっぷりな出汁が良かったなっていう感じですね。はい、そんな感じでこちらはまあとりあえず僕は一押しできるかなっていう商品でございました。さあやってきました、最後ね締めなんですけどもね、チーズズンドゥブいただいていきたいなと思いまして、これとりあえずね、このチーズが溶ける煮えたぎるまでね、ガスコンロで熱していくとこんな感じです。ただしね、この後ね、このチーズがレンゲにくっつきまくって悲惨な映像になったんで、ここで止めときます。ここは改善してほしいなと思いました。マネさんの感想、手羽先はまず一度は食べるべし、多彩なメニューなのは良かったです。全国あちこちにお店があるので探してください。世界の山ちゃん、場所は名古屋市ではございますが、世界の山ちゃんで検索してください。営業時間はご覧の通り、電話 052-848-9133 まで。最後まで見てくれてありがとう。これからもグルメ動画を発信していくので、応援してくれる人はチャンネル登録の方だけよろしくお願いします。チャンネル登録無理なら高評価だけでもありがたいです。とても励みになります。こういうのって本当に嬉しいよね。あとツイッターの方もやっております。ツイッターの方もフォローしてくれるとありがたいです。そして皆さんのグルメ情報あればお待ちしております。コメントの方に書いてくれると、そちらのお店にスケジュールを合わせて行ってみたいと思います。さて、子供の舌を持つマネさんがお届けいたしました。最後に本当に聞いてほしい重大な情報があるんで、聞いてやってください。